2020明治安田生命 J2 リーグ第11節アルビレックス新潟対レノファ山口 FC の試合をお伝えします。新潟は攻撃的パスサッカーを武器に奪った得点はここまで17ゴールです。リーグ3位の成績。この試合もゴールを奪えるか。一方で山口、下田大成3年目となる今シーズン、選手は大きく入れ替わりましたが攻撃的サッカーを継続します。新潟のラインナップです。スターティングメンバー、今日はゴールキーパー小島が入っています。ディフェンス、早川、マウロ、マイケル・ジェームズ、新井、ミッドフィルダー、ロメロ・フランク、ゴンサロ・ゴンザレス、中島、本間、フォワードにはシルビーニョと渡辺新です。そして山口のラインナップです。ゴールキーパーは山田、ディフェンスライン、竹岡、真鍋、サンドロ、安西、ミッドフィルダーに高、佐藤、森、浮田、高井、フォワードにはイウリが入ります。ロメロ・フランク、中島です。縦に送って新井、前を向く、ボールキープ、渡辺新田、左サイド、本間シオン、ドリブル得意、仕掛けます。本間シオン、切り返した、シュート。一つ本間シオンの良さ出ましたね。そうですね、やはりあそこで彼が持つとチャンスになりますよね。カットインからシュートを狙っていきました。10番の本間シオン、蹴るのは本間シオン、低いボール合わせた、マイケルを狙ったボールでした。ボールを落として中島、再び本間シオン、本間シオン落としてシュート、マウロ、新潟先制ゴール。前半の17分、マウロは来日初ゴール。マウロのインサイドキック、まあ、強いシュートではないですけれどもね、しっかりとボールの中心を捉えて素晴らしいコースですよね。ディフェンスラインで自信を持ってボールをつなぐのがこの新潟。縦に送ってここも収めようというところ、渡辺新太、ボールがこぼれて渡辺新太、シルビーニョが上に抜ける、そのシルビーニョ、シルビーニョ1対1、シュート、山田が弾いた、これはどうだ、詰めてスライディング、ロメロ・フランク、最後はロメロ・フランクが押し込みました。新潟追加点、前半の29分、山田止めたんですけどね、ロメロ・フランクが諦めずにこのこぼれ球を狙っていた、まあ、これね一回立ち止まることもよくありますけれども、やはりそのこぼれ球を狙って走り続けたことがこのゴールにつながりましたね。佐藤がボールを奪いました。ヘナン前を向く、ヘナン前が空いている、切り返して右サイド、浮田、浮田左足シュート、浮田1点を返します。山口が1点を返しました。前半の36分、いや浮田の切り返しからいいゴール、ね、いやこれうまかったですね。左に持ち替えてファーサイドに打つと見せかけて、このゴールキーパーの小島も少しファーを意識してたと思いますから、この2位空きましたね。シルビーニョが競ってセカンドボール回収したのは白の山口です。厳しく行きました。ここはカードが出そうだ。これはあレッドカード、本間シオン、ここ2枚目のイエローカード、レッドカードで退場になります。高木たんです、ね、前を向け、倒れない、粘っていきます。ここはフェアありません。スペースに走ってきます。ここに矢村、追い越すのが中島、矢村仕掛ける、矢村仕掛ける、右足切り返してシュート、ポストに当たりますが、ここは笛がありました。まあいい仕掛けでしたけどね。矢村が仕掛けていきました。ここで選手の交代があります。田中達也が入ります。去年契約満了となりましたが再契約を果たしました。7年連続でゴールを決めています。新潟集中必要ですよね、先ほど合わされてますからね。ニアサイドへヘディング、こぼれてシュート、ここはブロックしました。ハンド、ハンド見てる、
ここは山口の選手がアピールをします。ここはレッドカードが提示されました。これはちょっと荒れています。レッドカードが提示されています。これは選手ヒートアップしています。そうですね、ハンドじゃないかというねアピールですけれども、ちょっと確認できませんけどね。こぼれたところシュート逆サイドへ折り返していきます。クリアしきれ、飛び込んだ小島がセーブした。混戦の中小島ここもややヒートアップしています。小島がキャッチした後に少しボールにアタックしているというところで熱くなってましたけどね。小島よくキャッチしましたよね。ここで試合終了です。激しい試合となりました。この試合2対1で新潟が勝利しました。